5万5万ずつ稼いで、で昨日とかも5万ぐらい稼いでるだろ。ずっとはクイズってね、だからもうどうしようと思って、子供だよね、ほんと好き放題やってくれて。はっちゃんありがとう。何回も復元しないって言ってたじゃん、ずっと。はっちゃんが遊んでくれるなら、七瀬が遊んでくれるなら、ちゃんちゃんが遊んでくれるなら、誰かが遊んでくれるなら俺そこに行く。もう ゆかりとか全然、ゆかりが遊んでくれないならゆかりじゃなくてもいい、全然。いつも通りよ、俺だよ、いつも通りよ。さすがに大阪行くの大変だから、大阪行くんだったら5人ぐらい遊んでくれる人が固まってからがいいね。いやいや変わんないじゃん、これ1年前からずっと変わんないから。いつ行ったらいいの、はっちゃん。日付決めてくんない、はっちゃん。もうそろそろはっちゃんとサクッと遊んで、サクッと遊びたいね。もうそろそろルイージガールズでもううさばらししないと。大阪なの、サクッと遊ぼう、サクッと。はっちゃんありがとう。七瀬 DM して、大阪2人目決定じゃないこれ。大阪2人、兵庫のなんかあゆかもいるだろう、3人ぐらい。疲れてはないけど、あんなエミリさんの涙に騙されてたらみんな切りないですよ。明日にはスザクが好きね、明後日には新やっちょ。あんな涙にキリがないですよ。ウサマ、ユイが。誰にでもそうですから。キリがないですよ、本当。ストレートアイロンしたい。いや、ね、お酒我慢するっつって1週間後にはお酒ガブガブ飲んでんですから。うん、まあ俺もそうだけどね、似た者同士なところあるんですけど。カノちゃんが置いてったストロング飲んでたね。ベビタロの面倒も半々ぐらいは見てたんじゃない。そう、俺はもう全然、もうエミリさんとはもうないなって感じ。しかも病院名とか言ってるから通報入るんじゃない。いや俺お酒飲んでないから、飲まないからずっと冷蔵庫に置いてあったやつ、古いやつで、昨日はサリちゃんの飲みかけのお茶飲んでた。1ヶ月ぐらい放置してあったサリちゃんの飲みかけのお茶飲んでた。いやもう俺なんて おじさんなんだから高望みしてないよ。ただね、なんかその
今は遊べるんだったら遊んどきたいなって感じ。飲みかけっていうか普通に分かるじゃん、俺お茶飲まないんだから。俺38、今年39になる。遊ばせてください。ユリナもいつあれなんだ、今日出勤するんだ。出勤前に遊ぶか、出勤前に遊ぶか。10歳。あ、じゃあハチャンもエミリさんぐらいなんだ。女遊びしたいけど遊んでくんないんだもん。ゆかりも全然枠来ねえしよ。あ、来週遊ぼうかね。ちゃんと日程俺に送って。今年29、エミリさんで1個若いんか。何やってんの、お前に関係ねえだろ。遊び相手探してんの。今年22。ゆりな、あの遊べるとき連絡してね。フルチン、何にも俺のことさ期待してないじゃん。なんかタバクで結構いろんなこと好き放題言ってるじゃん。俺ブレないから、もうずっと決まってる、遊ぶ。もうランウェイとかつまんなくないもん、みんなやってて。後乗り、しかもなんかあんなさ子供が考えたネタでさ、何を我慢するんだよ。そう、俺の朝配信を潰したのはエミリさんなんだから。いつもね調子いいところで狂わされるんだよ。子供みたいなもんじゃん、あんなの。いい大人がさあんなさね、子供が考えたネタでさ閲覧取ろうとか、なんかダサいよ本当。たまにいじるぐらいならいいんだけど、みんなランウェイ、一日中ランウェイで配信してるやつとか本当プライドないのかな。はっちゃんまたね、はっちゃんありがとう。そう、我慢しなくていいんだよ、離婚したんだから。むしろ向こうが我慢しなくできなくて離婚したんだから。俺の自由にさせてよ、もう一週間ウーナーに費やしたんだから。ああ、わざわざさ福岡まで行ってさ、俺の住所まで、新しい住所まで連れてきてね、面倒見てあげたのに、朝配信のたった2、3時間でね、住所さらされて、テレビ壊されて。少しぐらいね我慢してほしかったね、ほんと。お前みたいな閲覧いらんわトム、さらば。自由に羽ばたきます。テレビはエミリさんのせいでしょ。昨日まで普通にねテレビ壊れてなかったのに、俺がいない間にテレビ壊されてたら、もう完璧にエミリさんのせいでしょ。ああ、部屋番号まで言われて、もう警察に突き出さないだけ優しいでしょ。深夜中だったらね、もうすごいよ多分。いや、ノーダメじゃないっすよ、さすがに。やっすよ、なんか自分家の住所ずっと書かれ続けるのってやばくないっすか。嫌味で雑談たぬきとかで書かれてたりとか、ウーバーとかね、なんか誰かが買って送ってくれるんだったらありがたいけど、なんかいいことよりデメリットの方が多いっすよ、うん、マジで行きたいっすよ。まあ、でもエミリさんの性格だから。そうで、別に警察に行ったところで多分民事でしょ、なんかめんどくさくなるだけだから。
もう何にもできないんだよ正直。住所晒されたぐらいで警察も別に何もしてくんないから、そう本当に一番嫌がることされる。もうやめてって感じ。俺が悪かったらね、俺が悪かったら女の子に声かけたらね、住所晒していいの、テレビ壊していいの。もう諦めてますよ。いやな、ゆかりさんのね、得してくれればいいよ。テレビ壊された、せっかくなんか信用できるなと思ったのに、もう信用できないと思ってる。ないよ。絶対ない。だって壊れてないもん。信用した俺がバカだったよ。帰んない。あとはゆかり待ちだね。お前が嘘つきな。なめんなお前。二度と来なくていいわ。じゃあね、エミリさんがね、お酒も飲んでないね、エミリさんが全部ね、住所も言ってない。エミリさんを信用するんですか？いや、大丈夫。フルさんは大丈夫。そう。まあ、ゆかりさんはね、枠荒らすの、荒れるの好きだと思うよ。そういうとこに首突っ込みたかる人だから。大人だし大丈夫だと思う。よいしょ。本当だね。いや、俺あんまり本当に人にイライラしないけど、エミリさんは本当に人が嫌がることをする。充電もうなくなりそうだけどね。ゆかりさんに鳩飛ばして、もうルイジ充電ないってって。いや、お酒関係ないっすよ。イライラしたらね、お酒飲むから。まあこれから何、ゆかりが何人の嫌がることしてんの。ゆかりが何人が嫌がることした。何俺嫌がることした。朝配信なんていつもやってることじゃん。俺の手いつもの動きじゃん。お酒飲んだでしょ。入院しないでしょ。その美貌で嫉妬させた。わかんない、充電切れるまで。お酒はカノちゃんが置いてったお酒があった。飲んでるだろ。いや、俺はもう関わりたくないから。一生変わらないよ。他に女作りたい。今だから作ろうとしてんじゃん。ゆかりが好きだったりさ、リスナーのこと狙ったりさ。今充電が 90%。
なんか、いや、いやもう 90% ってことはほとんど配信できないっすよ。もうゆかりがもう来ないんだったらどうしようと思って、もう満喫にでも泊まろうかな。充電ないわ。わかんない、みやび遊んでくんないんだもん、せっかく福岡にいるのに。お腹あんま空いてないな。いや、エミリさんと言っても全然ね、あのみやびが遊んでくれるって言うなら全然行くよ。ホテルにほったらかしにしてそーっと抜け出してでも行くよ。話すことないじゃん、もうここまでされて。いや、うどん食おうか迷ってる。ちょっとちょこっと食いたいし、4人で会うか。気まずいだろ。まだやってるよ。もうお前は見なくていいよ、来んなよ。そんなまだやってんの、まだやってんのって言ってくれるくらいだったら。朝一回ちょっと食ったんだけどね。そう、こんなことされて他の人だって許す？自分家の住所さ、晒されてさ、テレビ壊されて、みんな許せる？唐揚げ食べて、ちょっとあの肉寿司食った。肉寿司、肉うどん食いた。肉うどん、もう関わりたくないよ。じゃあありがとう。テレビ見れなくなったと思う。林村さんが最低って言ってる人の意味が分かんないんだけど。いいよ別に。だから証拠ないから訴えないかもしんないけど、エミリさんのせいで壊れてんのは確実に事実なんだから。この鳩飛ばしてる人はミュートします。はい、これハールハールさんもミュート。ゆかりは何も悪くない。寄れてた時はあるかもしれないけど、テレビ壊してないだろ。もっとテレビ壊してたら、あーそれねそれねって言うじゃん。普通に壊れてないから。ミュート。この枠でコメントしてもバレない。もうみんなからは見えない、俺にしか見えない。見せてねえよ、嘘つくねん。お前誰だよ、人ん家まで覗けてんの。お前しか言ってないからな。サクさんどうにかしてよ。そう、昨日前テレビ見えてた。ミュートコメントできない。怒ってねえよ、嘘つくね。昨日まで割れてなかったよ普通に。今新宿歌舞伎町、誰かいたらお願いします。もうハールハールはミュートしてないんだからね、ちょっと黙ってろよ。もう本当に、はい、タクアね、あタクア、もうタクアとかもさね、ミュートしたくないんだから、そういうね人が嫌がるね、なんかやめなよ。そうだよ、俺は昨日までは普通にねテレビ壊れてなかった。マジでやめてほしい。
はい、なんかライチャーマンね、さよならララチャーマン、ミュートね。お前は今日このブロック枠でコメントができない。疲れマックスだよ。本当だよねえ、ミリさんの枠でさ、ギフト飛ばせてあげようと思って頑張ってやっててもさ、こういうゾーンもらったテレビ裏切り方されるからさ。なんかそのつまんないを栄光やんっていうつまらない会社、なんかそういうつまらないコメントってさ、みんながなんか残念だよ多分。はい、ひまわりさんもミュート、さよなら。幸せな気持ちになってた。いいよ、もうテレビはもう諦めるしかないでしょ。もう俺がね、エミリーさんを家に招いてしまったのが間違いだったよ。はい、小鳥もミュート。サクさん、困ってつまらなくなった。俺の失敗ですよ。はい、金子も見えと。金子に関してはもうブロックでもいいわ。いい時も悪い時もありますよ。あ、 B さんありがとう。 B さんがいないとやっていけない。 B さんありがとう。なんで呼んだの、わかんない。あ、わかんない。いろんな人のコメント見てますよ。一緒にいねんだから空気読めよ。坂戸はつまんねえコメントばっかしてねえでよ。そうだよ、少しは信用できるかなと思ったけど結局信用できなかったよね。レジってやつもダメだな。だから空気読めねえなって感じ。そもそもね、聞いてね、人に推し物を聞きたいときは、よう栄光やんなんてね、クソつまんねえコメントしてこねえだろ。あ、すいませんルイジさん、あのね、なんか別れたんですかって言ってきたら、あ、すいません別れましたよって普通に言うのにな。マジこういうさ、坂戸みたいな空気読めないやつってやばいよな。セット楽になんない。パーマってめっちゃ難しいからね。こうやって一本一本こうやってセットしないと。ストレートって簡単なんで、こうやってアイロンかけてさ、ちょっと癖があるとこうやって伸ばせばいいのに。パーマってほんと全体のバランスあるから、これすごい難しいから。パーマかけるとどうでもいい人だったらね、ダサい人だったらね、あーいいやってなるかもしれないけど、パーマって難しいよほんと。男の美容師やってた。白髪俺はあるけど染めてるから全然そんな。そもそも浮気もしてないしね、何にも。エミリさんは我慢ってことができないんですよ。全部全てが、お酒も我慢できない、テレビダメだ、わかんない、なんか日々なんか液晶にひび入ったとかなんかって言ってて、テレビつかないって言ってたけど。子供のパーマ直毛で、親普通パーマ大体かからないことな、うん、いいですよ坂戸さん。でも坂戸さん何回かあのなんか、おい栄光やんみたいなね、何回も無視してるコメントしてるでしょ。マジつまらないから。なんとなく なんか見たことあるアカウント、こいつ前もいたコメしてたなみたいな。分かった分かった。はい、マッスルも見ると
ちいちタワックの話しなくていいから、ユーザーもミュート。お前ブロックでもいいわ、なんかさっきからずっとうるせえから。はい、カズさんもミュート。なんでこれみんな言ってんのにさ、これ言ってくんだろうね、しつこいほどに。見てくれ、見てりゃいいじゃん、そっちを。お腹ご飯食べてないっす。そっちが見たい人はそっちを見てなさいよ。ほんと空気読めない。ボットなのかな。お昼どうしようね。ナチはどこにいるのこれ。ナチ、これ本当に自分の顔かよこれ。あ、キムテが配信してきた。どうでした大門さん、どういうか、寿司好き、どういう感じですか。 86% しかないんだもん俺も。ゆかりも5分で連絡するって言ったのに来ないじゃん結局。ね、あの泣いたら何でも許してあげるの。人んちの住所晒されて、テレビ壊されて、弁償してほしいね本当。こっちはエミリさんにさ何十万もさ稼がせてあげてんのに。はい、コラボしてるよ。はい、もうミュート、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 大変だわ本当。寒くない？俺が何が一番やばいの教えてよ。俺が何がやばいの。主語がなくて分かんないわ。もう1時です。満喫行って充電するか。誰かいないかな、遊ばせてくれる人。ミュートはこの配信がブロックした。いや、ブロックはねちょっとする人は本当に少なくしてるっす。モテるんだからしゃあないやん、ハルキ。もう坂戸はバカなのかな、ほんと。お前もミュートでいいわ、ほんと。坂戸は。もう一生なんなら来なくていいわ、坂戸。いや、俺ほんとにブロックしてんのは2、3人っすよ、ほんと。今日でも。もこちゃん、ありがとう。なんかずっとしつこい、お前がテレビ壊したんだろうっていうしつこいやつ一人とぐらいじゃないかな、ブロックしたの。ラッパーしばくれやしば。この春樹とかも面白いから一応ね、こう面白いから残しといてやろうかなみたいな。基本優しいっすよ俺。春樹ごときに全然ブロックしない。そうそう、枠取り直したらまたコメントできる。優しいだろ、お前みたいなやつ誰にも相手にされないだろ、ハルキみたいな。あえて残しといてやってんだから。うん、優しいでしょ。こんなやつ絶対他の枠だったら秒でブロックでしょ。そう、今ちょっと可愛かったさ、俺も見、うん、可愛い感じ。美人って言えば可愛い感じ、若そうな。ああ、もう疲れた。配信も切りたいし、番になりそうだから。誰が一番悪いの？誰が言ってたのそれ？クマちゃんね、会いたいね、クマちゃん。もうクマちゃん今時の人になっちゃったね。女優さんになっちゃった。肉丼食うか、肉丼。みやび入れるなよ、みやびを、お前は。1週間帰れないのかな、前。いい天気だからもっと歩く。ちょっとお腹すいたね。
会いたいマジカルがあの時コラボしてくれて感謝でやるよ。何コラボした、俺らってコラボしたの、何何何の可能性があるの。お酒飲んでるからお腹減ってないだろ。疲れたよ、ほんと。なんか結局、なんかね、東京暑くない、涼しい、ちょうどいい。トレーナー1枚、T シャツも何も着てない、下にトレーナー1枚にハーフパンツでちょうどいい。結局、なんかゆかりも5分で連絡するって言ってたのに連絡してこないし、なんかもう本当ゆかりはもしかしたらもう二度と関わらない方がいいのかもね。結局本当に信用がないのかもしれない。うん、エンタメのためにさね、ゆかりはあのギフトさ俺に4万ぐらい投げてくれて、エミリさんにも2万ぐらい投げてくれて10万円のホテルを取ってくれたのよ。なんかエンタメのためにそんなにしてくれるんだったら、なんなら配信外でも溶かしちゃったし、なんかね、まあ大人だからそういうのなんとも思ってないのかもしれないけど、そうだからなんかワンちゃんなんかこそ好意的に俺のことね、こう器が大きく遊んでくれるのかなと思ったんだよ。普通エミリさんとコラボしないじゃん、俺と遊ぶんだったら。いやしてないよ、してないよ、そういうことじゃない、ま、そうそうそう。だからなんかゆかりさんぐらいの人だったらこう器を大きく遊んでくれるんかなと思ったんだけど、ただの揉めさって感じだったら、なんかね、揉めさせるだけの人だったら、うん、なんか関わらなくてもいいやと思っちゃって。最低じゃないじゃん、だってあれなんだから、俺らどっちもフリーなんだから。だからあっちと仲良くするんだったら俺はいらないなって感じ。関わらない、どっちも関わらない、うん、いらないわ。まあ、ハトもまたブロックしますから俺、いらないわ、あのあっちのハト、まあ、もう何もいらない、一人ぼっちで生きていく。そう、多方面にコラボしまくる女やばいっすよね。っていうか TikTok のやつらってみんなやばいよな、スザックもそうだし。なんでさ、あの片方だけと仲良くできないかね、誰とでもこう仲良くコロ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 さ。怒ってないよ別に、なんかうわーって感じ。一回俺これ制限かかってるから付け直しますか。付け直さなくていいかな、迷うわ、付け直そうかな、これ今のうちに一回付け直すか。付け直します、ありがとね、またす